おはようございます。本当に緊急で動画回してるんですけど、今何日だ2月23日223、今朝起きたらチャンネル登録者1000人達成しました。早ない。はい、1000人ガチで寝起きで本当に行ったんかなみたいな感じなんですけど、どねっかんとこ行ってきます。おはよう。1000人超えてた。嘘、やば。どうしよう。だって寝起きで緊急で動画回してるんですけど、ってやるわ。早押しとった。もう帰るよ。はい。改めまして、チャンネル登録者1000人達成しました。今日が2月22日。さっき2月23日っちゃったわ。2月23日、223。現在。1017人。また増えてるじゃん。ここ1017人ね。最初に僕が YouTube の動画を上げたのは6月25日に最初の Vlog 動画をアップして、約8ヶ月でチャンネル登録者1000人達成しました。ほら、早いのか遅いのかわかんないですけど、まあ早いでしょう。はい、前まで多分僕の子さんの方は今からでも遅くありません。子さんになりますよ。僕のこと知ってる人はわかると思うんですけど、登録者最近まで本当400人とかだったんですよ。今年まず2022年終えたのが333人だったんですよ。333で2023年スタートして TikTok を僕は始めたんですよ。TikTok のその動画がちょっとバズって、でそのバズった動画とかを YouTube のショートとかにも上げてたんですよ。そしたら登録者が2ヶ月で約700人ぐらい増えて、めちゃくちゃ早く登録者1000人いきました。予定の半分です。本当にありがとうございます。前も動画で言ったんですけど、今年中に2000人いくことなんで、引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分気になるのが収益化についてなんですよ。多分気になるか、皆さん多分気になるんですよ。1000人いったら収益化って多分みんな知ってる人も多いんじゃないかと思うんですけど、僕は確か1000人も行ったんですけど、収益化するにはなんか条件があって、1000人達成と総再生時間が全部で4000時間達成すれば、2つの条件を満たせば収益化するんですよ。で僕は総再生時間が4000時間中まだ1000時間なんですよ。4分の1しかクリアできてなくて、まだ収益化はできないんですけど、生活も落ち着いてきて多分動画も上げれると思うんで、これからバンバン動画上げて皆さんにたくさん見てもらえるような動画を作っていきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。じゃあ報告動画です。今日は俺も収益もらうよっていうこと。はい、もうちょっとだよと。全然欲しくないですけどね、 YouTube 収益化するためにやってないんで、全然欲しくないですけど、一応もらっとこうかなみたいな感じでやってるんで、今日はこんな感じで終わります。バーイ